パーソナルでやっぱり背中のトレーニング、メニュー何やってますかっていう方、はい、だいたいやっぱりデッドリフトは皆さん今は入れてるんですね。お今なんでなんですかね、流行りなんですかわかんないですけど、ハーフデッド入れてる方多いですよね。あ、はい、でハーフデッドに関しては、まあ、僕時々実技系の動画で上げてますけど、今までも入れましたけど、あの、はい、セーフティーバーをちょっとしっかりつけて、はい、あのセーフティーバーまでこう背中全体をこうちょっと丸めながらストレッチかけて、はい、背中だけでこう入れるっていうデッドリフトね、はいはい、はおすすめかなと思うんですけど、やっぱハーフデッドに関しては股関節でこうやって動かしちゃうともうすぐストッパーに当たってしまうので、はい、まあ、重さはめちゃめちゃできるんですけど、はい、まあ、じゃあそれが背中のトレーニングとしてどうなのっていうと、あんまりこう僕は必要性を感じないですね。うん、逆にじゃあフルデッドリフトどうなのっていうと、はい、まあ全身運動ですよね。はい、足から、はい、ハム、ケツ、はい、背中、はい、まあ、腰っていうところで、はい、まあ、背中のトレーニングとしてじゃあ、意味ないのって言うと意味なくはないですね。はいはい、なのでまあ入れても全然いいかなと思いますね。だからなんだろうな。今の僕らが育った時代はデッドリフト必須でしたけどね、やっぱり、はい、あの僕もやってましたよね、はい、あんまり動画残ってないのかな、いくつまでやってたのかな、20代までですかね。ちょっとやっぱりデッドはね腰本当にやるんですよね、うん、なのでやっぱりこうトレーニングの位置づけとしてはやっぱりだん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 薄れていって、はい、あんまり必要性を感じなくなったって感じですね、はい、うん、あのやっぱりそこまで腰を痛めてリスクを背負ってまで背中のトレーニングとしてじゃあ必要かっていうと、まあ、あんまり必要性をだんだん感じなくなってくるし、はい、じゃあ実際これどこ引いてんのっていうと、はい、まあ、背中から腰から足からお尻からっていうところで、はい、なんかぼやけてしまうっていうところで、まあ、その辺を考えて、まあ、今はデッドリフトやってないんですね、はいはい、なのでまあデッドリフトに関しては、まあ、結論というかあれですけど僕の中ではまああんまり必要ないかなということですね。はい、だからデッドリフトじゃないと背中の厚み作れないかというとまあそれも感じないですね、はい、うん、ただやっぱり体の使い方としてデッドリフトできないとやっぱトレーニングって多分なかなかレベルが上がってこないと思いますね、はい、あの要は重いもの持ってしっかりハムからお尻で腰で支えて、はい、腰が丸まらないような状態ですよね、はいはい、作るっていうのはやっぱり例えばベントーバーローイングにしてもマシンのローイングにしてもその姿勢を作るっていうのは非常に大事なんで、はい、あとはやっぱり今の女性のボディメイクなんかでもやっぱデッドリフトをきれいにできる方とお尻しっかり発達しますよね、はい、あの腰が丸まっちゃってじゃないとデッドリフトできない方ってなかなかお尻の筋肉発達してこないし、はい、っていうところでやっぱりデッドリフトの動きをそもそもできるようになるっていうのは今後のその長いトレーニングをね皆さんやっていくのは長いかどうかわかんないですけど、やっぱ基本の体の使い方になってくるので、はい、やっぱある程度のデッドリフト重さは、使ってやれるようになるっていうのはそのトレーニングと背中のトレーニングどうこうというよりは動作としてやっぱり必要かなっていうのを感じます。はい。はい。